収まりましたスタートしましたばらついたスタート1番ブレードキングそして7番スターボーンイメルが後ろからですまず芝の上からそしてダートコースに移って向こう上面コーダッシュは9番シティオブハンターそして並んでかわす4番アフタヌーンドレス前にと3番手がビターゼノビアですあとはダスクうち2番のレイズカイザーその後は3番進下がってベルウッドグラス 外は12番ナリアクインですその後は3番審査内3番クールトラッカー追走しましてタマモロックですあとは2番審査内に6番のナイトスピアーこれから3コーナーを迎えます外はワイルドハンター残り 1000m を通過あとは2番審査後ろから3番手4番手のところには14番のオーサムデアラーこれをかわして上がっていったのは7番スタボーンイメル3コーナーをカーブしています後ろ2頭は10番のジョイ・パピエーダそして内に1番のブレードキング後方です 3、4コーナー中間を通過先頭は4番のアフタヌーンドレスリードが首ほど4コーナーを迎えますそして、外並びかけます9番シティ・オブ・ハンター第4コーナーをカーブこれに接近する13番ビター・ゼノビア第4コーナーカーブから直線へ3頭広がっています。 その後は3馬身、4馬身差追い込んでくる5番のベルウッドグラスあるいは2番のレイズ・カイザーの体勢です残り 300m になりました前に頭が抜けた今度は先頭は13番ビター・ゼノビア、ビター・ゼノビア内は4番アフタヌーンドレスが2番手残り200を通過するあとは4馬身差。大外から14番オーサム・デアラーが一気に追い込んできて今3番手、2番手まで上がれるかどうか先頭は断然ビター・ゼノビア抜けましたビター・ゼノビアゴールイン 二番手十四番、オーサムであら、三番手四番がフタヌーンドレス。